やってることえ、でも、ね、フロントの番号押してないからいけっかなあ、伊藤さとしさん、あれだ、待って、なんだっけ、タキシード、タキシード、タキシード仮面みたいな、ありがとう。やばいね、ずっとさ、こんばんはとか言ってね、ホテルのさ、ホテルのさ、何スタッフさん、なんだっけ、聞こえてたのかな。え、やばくね、普通に、何やばくねタキシードサムかタキシードサムだ、いやマジでやばい。あ、シナモン、シナモンかわいいお、私の得意なバツ丸くんや、かわいい、ありがとう。すごい、かわいい、かわいい、なにこれ、なにこれさ、これ、な、これさ、え、なに、今サンリオギフト中なの。あ、クラミちゃん、クラミちゃん、マイメロなんだけど、みたいなやつでしょ。ありがとう。75、うちは数えんぞ。え、すごい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 、ポンポンプリンだ、私大好き、ポンポンプリン、シナモン大好き、キャラキャラキャラップも大好き。あ、かわいい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 よ、かわいいよ、すごいすごいすごい、ポンポンプリン、でっかいポンポンプリンと、あとくるみちゃんと、くるみちゃんと、カエルピョコピョコミピョコピョコと、焼き芋、焼き芋もくれたと、くるみちゃんとポンポンプリンと、くるみちゃんとポンポンプリンと、シナモンとくるみちゃんとポン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 と、なんかミルク、シナモンだよね、シナモンと、え、なんかあれ狂ってる、ポンポンポンと、くるみちゃんとポンポンポンと、あ、ポチャッコ、ポチャッコ大好き、ポチャッコも大好きと、くるみちゃんと言い切った、ありがとうございますかわいい、かわいい、かわいいよ、かわいいよえ、なにこれ、降ってきた、すごい、あれくるポン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 、ありがとう、ありがとう、みんな久しぶり、ぶっちゃんさん、ゆうさん、ごめんね、みんな名前を呼ぶでない、くたんさん、ジャニーさん、ズンドピンさん、おうおうおう、ふくたさん、こへいさん、ちょっとさん、たやゆらいさん、ズンドピンさん、ぶっちゃん、たがくんさん、たやゆらいさん、リクサーさん、キャスターさん、おうつぶちゃん、しろたいさん、ジャニーさん、かっちゃんさん、ジャニーさん、しょうたさん、ひなじいさん、メヒーさん、ひなじいさん、なちさん、ひなさとしさん、しょうたさん、ありがとう、ありがとう、運動会、私ね、運動会行けないんですよ。どうして今日は配信をしようとしたか、なんとなく、そう、お泊まり。ちなみにこれ、これ、これダブルベッド、ダブルベッドに1人、そう、ホテル暇やねん。はずせんさん、ありがとう、シナモン、ユッキーのその反応って何ですか。ブッホー、ありがとう、ぶっちゃん、ありがとう。え、ね、ジャージの抽選外れたんですけど、私ジャージの抽選外れた。明日は 10月6日って何の日、10月6日って何の日、待って、マジで何の日、最近さ、何の日、何、もう分かんないです。バスルームじゃないよ、パジャマ、なんかホテルに置いてあるパジャマです。ちゃんとあの見えていいやつ着てるから安心してください。え、外れたジャージ、イコラブジャージ、そうなん、腕立て伏せできんままなんやけど、ひゆかの誕生日、 ひとみさんの誕生日違う、インナー、普通のインナー、レミにちゃんと送ったよ、レミに、あとで。え、それはなんかパジャマの、パジャマ、ホテルに置いてあるパジャマ着です。
はい、またみんなセクハラ発言してる。訴えちゃろー、訴えちゃろうっと。ブロックしてやろう。せんけど、せんけど、怒らんけど、よくないからね。うちはいいけどさ。盛り上がんないからね。そう、でもホテルもう何泊目、何泊目っていうか、今日が初日ではないです。田所さん、ぼちゃっこありがとう、ありがとう。え、今日寒かった、寒かったです、やばい。ちょっとさ、持ってきてる服間違えたかもしれん。一応長袖は持ってきてるんですけど、朝食バイキングはないです。アイドルネタやるホテル、どうだろう、まあ、確かにコロナ禍で一個もなんか東京に行く機会ない時に比べちゃあれですかね。研修じゃない、普通にお仕事、お仕事しに来てます。ホテル大倉、ホテル大倉って何、サンリオの一押しキャラ、うえー。でもあの私がなんだツイッター始めるちょい前くらいに、あの某きのちゃんとピューロランド行った時はポンポンプリン、ポンポンプリンにしたな。でもポチャッコも好きだし、コギミュンも好きなの私。でも元々はマイメロが好きで、あと元々マイメロとシナモン、シナモンはね小学生とか幼稚園の時鉛筆削りもシナモンだったし、なんかめっちゃシナモンのもの好きだったし、なんかそうなんですよね。私ここのホテルさ、いやここのホテルの文句を言うわけじゃない、なんか寝れなくて、昨日私でもなんかここ数日体調悪く、ちょっとなんか体調があんま良くなくて、なんかコロナとかインフルとかではないんですけど、なんか吐き気みたいなのがしてやばいと思ってて、そのまま出張来ちゃったんで、なんか治りかけのまま出張来たんですけど、なんか 10時ぐらい寝たの昨日私、10時ぐらい寝たんだけど1時半に起きて、えってな、あれみたいな、早すぎるわと思って、そう、そっからな、4時ぐらいまで起きてた。4時ぐらいまで起きて7時ぐらいに起きました。首がもう今が一番眠たいですわ。なんかそう、しかもね、しかも1時半に見た時に私コンタクトを外し忘れてたんですよ、コンタクトを。でうわやってもうたって目がシュパシュパするわけやん。で外して寝て朝起きてコンタクトつけようと思ったらコンタクトが1個ないんです。コンタクト、しかも私ね出張行く前に新しいコンタクト、2ウィークのやつは新しいコンタクトにしてきたばっかなのに1個なくて、えって。しかもさ、でもさ片目つけたらでさ1個ないとか探してもさ、もう視力が弱いからさ見えないわけやん、探せないわけよ。そう、モッチーさんキーもありがとう。そしたらこう外した時にここ入れは、なんか入れ外しててで、カッピカピですよ、カッピカピのバッキバキになってて、うわーと思って、コンタクトの予備ないと思ったら、私が一生使う、
一回も使ってない、あこのデザイン間違えたって普段も使わない、普段も全くつけないカラコンがなぜかポーチに入れてあったんですよ私。で今日だから今カラコンなんですよ私、見えるかな、カラコン、カラコンでね急遽対応してます。だからギャルみたいになってますけど、言われたら分かんなくない、自分で意外と分かんなかったんですけど、めっちゃサイズはちっちゃいですからこんなギャルのまま仕事してます。えなしさん、クロミちゃんありがとう、なめちゃんもクロミちゃんありがとう。まつげの上がりもうやばいです、そろそろね、あのマツパイって1ヶ月が経つので、ちょっとあの早くねメンテナンスに行かなければいけないんですけど、ちょっと今が一番良くない時期ですね、早く行きたいと思います。ギャル、ギャル超かわいい、なんだっけ、遊びたい、かわいい子がいい、全然全然近頃の新入社、別にカラコンとか違反とかないですもんね、絶対知らんけど、しゃべバレてないと思う。ギャル、もうマツパ行かないともうバラバラでね、上がってないんですまつげが。先端当院、名乗り、もしかして名乗り出ちゃうやつ名乗り出ちゃうやつですか、誰ですかって言った人が大体普通名乗り出るんですけどねギャルになりたいと思ったことはないです。違う、あの携帯手持ちだからさ、肘を置く場所がないんだわ。自分でマツパするとね、あんま痛めちゃうかな。まつげは私ね、おまつげねな、長いし量あるんですよ、一本一本細いんですけど、そうとか眉毛がないですね私今、ほぼすっぴんっていうか完全すっぴんです、風呂上がりの完全すっぴん。ギャルピ、ギャルピ、ギャルピあでもまあカラコンって考えたらあれなのか、でもカラコンね 12.8 ミリっていう超ちっちゃいやつ、多分ドラッグストアとかドンキとかで売ってるやつの一番ちっちゃい直径ぐらいのやつです、知らんけど。友達の配信面白かったよね、マジでおしりんやばい、最強おしりん。もう髪の毛もドライヤーしただけなんであれなんですけど、そうなんです、そう元酒屋、いや違う現酒屋区だからお尻に マジで怖いんですよ、あくびしよう、コンサート中のお尻に2人でかわいいって言ってたかわいいって、いおりちゃんから私がレッスンもらった時は、え今のってさ、マジであれはかまち、あれはかまちって言ってたそう楽しかった、また行きたい。じゃあこれはガチで勘違いじゃないの、本当に、えマジでゼロ割盛りです、ゼロ割盛りなんで、これに関してはこれは確実に、じゃ確実に私ってしか考えられない状況が発生したんです、本当に私しかいなかったんですよ、本当にみんなそう、ちょっとダメだよ夢壊すようなこと言っちゃう、え手疲れた、おしりんはマイカちゃん推しです、え見ました、私がツイッターに載せたさ、かりんのやつ、ガスプスラ の, あの生誕メンバーの生誕祭で最後1曲だけ撮影可能タイムがあったんですよ、そう撮影可能タイムがあって、だってその他の曲でもいっぱいレスくれてるんですけど、1曲の中でたくさんレスをくれまして私ちなみにジョニーさんちゃんと見つけてましたよ、あジョニーさんいるなーって思ってた
そうそう、めっちゃレッスン回ってたやつね。乃木坂のサイリウム振ってる人おった。そうなんよ、つながりしてしまった。左前の方にいたよね、スプスラ T シャツ着て。あとね、なんかスプスラでシェキラって曲があるんですけど、じゃんけんポンとか、なんかあとはあの We are スプスラッシュね。さあ準備はいいですか、しあじたい君とって、ここでね指さすみたいな振りがあるんですよ。そこでもうかりんとは、もうそのちょっと前ぐらいで目があって、あ、これはかりんは私に来るなってわかるんですよ。からもううちも全力でペンライトファーって言ったら、もうペンライトとかりんの指がバチーンって合うわけですよ。でニヤニヤするっていうそういうのがたくさんあるんですよ。そういう 場面がねたくさん訪れて楽しいっていうそう、ずっと、ね、なんかこうやってやって、こうやって指出したらってカリもやってくれたり、そうレス来るなって思う時にうちもわーってやったら、そうバッチリ息があります。楽屋訪問早く行けばできたかも。デビューライブの時は楽屋訪問した。楽屋訪問っていうか、かりん頑張ってねーってそう、いや、かまちの前にレスいれば、まあ、確か勘違いはできます。勘違い体験、かまちの前にいれば、そうレスもらったと勘違いできるよ体験です。津島にいたのって言われてちなみに多分かっちゃんさんの前に並んでた人は私のお友達ですそうですよ、私全部私が回収しますから。何黒身ランキングって、何ポンポンプリンランキング67位、何これ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 、えポンポンランキング67位なの、私黒身ランキング100位なの。え本当に、え違う、かっちゃんさんの 前に並んでた人、後ろなんて分かんないけど、私のガチのリア友が並んでチェキ取ってましたバイトの友達仲良くしてあげてください、かりん推しなので。かりん推しなのか、かりん推しかは。まちさんありがとう、かっちゃんさんキャーキャドキューピーありがとう。気づかなかった、マジカリンだのに、マジか。カリンに会いたい、会いに来な。はじめまして、愛してるよ、ありがとうありがとうとかすごい冷たく返しちゃった。ありがとうありがとうありがとう。それは確かに難問だもんね。よせっち元気、わかんない他のメンバーにも認知、私ですか。あの私推しメンのアスとはインスタもツイッターもフォロバになりました。えいひひ嬉しい。難問のチェキストでもね、結構私忙しくてさできないんですけど、まあぼちぼちやりますよぼちぼち。いつも難問のプロデューサーの方と どうしたらいいですかね、しべった。えマジでね、圧倒的美人でした。いやみんな可愛いんですよ、みんな可愛いんですけど、アスが一番輝いてたノラクラフェスって何ですか、わかんないです。クライスカット子、どの子、ユキナにとって難問とは、子供、娘
次プロデューサー、プロデューサーさんのあの何よりどころみたいな感じになってるみたいです。知らないけど、わかんない。そう、本当に慣れてるか知らないっていうか、本当に慣れてるかわかんないけど、そう。ヤマさんありがとう。え、見た見た、ののちゃんの動画見たよ。ののちゃん、ののちゃん、河内ゆきなさんって言ってたね。嬉しい、ありがとう。わざわざね、ののちゃん喋ってくれて恥ずかしい限りや。でもやっぱりなんかさ、楽屋とかってそのなんか地下アイドルとかだとさ、狭かったり、他のグループとかも一緒にいると女の子しか楽屋に入れないじゃないですか。そうだからね、プロデューサーさんとかスタッフさんとか男の方と入れないからね、何かお役に立てることができればいいかなと思っております。入院中じゃないんです、あの出張中です。アイアムは出張中。入院しようかな。やばい、手首手首手首。お使い？確かに病院で配信してたらめっちゃ元気。全国ツアーしてないよ。一人全国ツアー。明日はそんなことないです。そんな早くはないです。週末千葉公演、わ、いいね。うちもね、週末千葉公演。あれ？今日もカリン会か。さっきちょうどカリンのマウント取ってたんだけど、なんで、ね、りょうくんさんちょうどおらんなと思っとったのに、めっちゃカリンのマウント取ってたのに。千葉公園、じゃあね、誰、千葉公園誰で推しで行こうかな。川名子の夏美にしよう、うちと一緒の。いやでも推しかぶりやな。あれ席ってもう分かってるかな。あれ見に行きたい、あの大丸東京の衣装とかさ、おだいりさん、おだいりさんがおすすめしてるカヌレを買いに行かなきゃって思ってて。カヌレ買いに行きたいね。飲みです、楽しんでください、潰れてください、お願いします。千葉、そう千葉のね、森の方に行ってき、森の方知らんけど、そう私はね今週末千葉の森です。なくなった。潰れてください。ぜひともね、潰れてください。クニャー、クニャーネってなんか聞いたことない、何ですか、クニャーネって。マコリンさん、クロミちゃんありがとう。ありがとう。都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて。ラララララララ。六本木何がな？ずずずずずと永遠の舞台。なるほど、なるほど、いいね。近くに何もない、ガチ。まあでしょうね、桃香さんですよね。囲碁見てない、囲碁、囲碁見てないね。なるほどね。ゆりかさん病んでる？カスタード、私カスタード大好き。カスタード、有楽町、私があの銀座にお買い、銀座のダイソーに行こうとした時になんか声かけられたやつじゃん。ゆるかしにするちゃんと言ってくれと、言ってくれといてからないと、言っといてくれなきゃ。
えねえねえ、森の松戸の森のホールってさ、チームメイトなんかやったことある？あ、やべ椅子がずれるね。あのチームメイトね、なんかさ、なんかステージやったことある場所ですか、もしかして。よいしょ。リラックス、ナンパされてないです、されないです、されない、全然ナンパされない。あ、でもこの間なんかな、なんか急に私なんか、なんいつだっけ、なんか改札通ろうとしたら、なんか男の人に声かけられて、今から一緒に1時間ぐらい散歩しませんかって言われた。改札を通ろうとしてる瞬間に、こっちは帰るんじゃと思って、結構ですって言ったらさ、同じ電車だったんですよ同じ電車だった。その後気まず車両もちろん変えたけど、 AKB で、 AKB でね。新 B か、ね、怖いよね。新ドラマさ見ようと思ってたのにショールームしちゃった。え、それ、いや、結構です。いや、大丈夫ですみたいな、大丈夫ですとか言ったんですけど、散歩って何？散歩って何？と思って、散歩？みたいな。もうちょっとなんかね、ワクワクする提案をしてくれれば、もしかしたらさ、乗ったかもしれないのに。ごめん先生さん、キャラキャラキャラップありがとう。ね。乗らんけど。乗らんのかい。鼻水じゃない。武道館いいな、行きたい武道館。久しぶりのリップ。この間皆さん見ました？レミガチ可愛かった。レミが抜かれてるって私言いましたもん、一人で可愛いって言って、次の人友達に自慢して、うちのねアイドルの同期の子がねテレビ出てね、しかもおだえりさんのポジションにね、本当にミュージック、いや、ミュージックブラッドもですよ。でも見ましたよ、もちろん見ましたよ、もちろん。手が疲れた。もちろん見ました。オタク、はい、はい、皆さんにクイズです。私はどっちのオタクでしょう。どっちのオタクだと思います？ A 田中圭さん、 B 小田入さん、 C その他、他の別の人、はい、どれでしょう。チクタ、いた、チクタク、チクタク、ドン。正解は A と B でした。イエーイ、最高。推しと推しが推し推ししてる瞬間って最高。イエーイ。ユッキーなんかショールーム選抜に入って、それさ、つぶやいてくれてた、もしかして。なんか私どっかで 見たんやけど、つぶやいてくれてた、なんかツイッターに。確かにね、まあ、はい、私がもしさ、それまでにいたとしてさ、入れてたか入ってないかはさ、もう不明ですが、なかなか厳しいあれだと思いますが、それはそれで、私は多分気絶してたと思います絶対気絶してた。2つでいいや、2つで許して。でも法的根拠はないんですよ。
ね。しかも写真にさ一緒に写ってるし。料理に自信は、料理ですか。料理はね、人に食べさせれるようなもの私は作れなくて、自分が食べるものだけなら作れます。日向坂4期は誰一人分かりません。はい、誰一人分からんし、誰一人見てないです。なんかなんとなくちょっとなんか SNS 流れてきたやつとか見たけど分かんないっす。しゅうがない。最近何作ったかな。最近何作った、あ、いつも目玉焼きなんですけど、私一人でなんか朝ごはんとか昼ごはんとか晩ごはんとか全部目玉焼き、3食目玉焼きにすることもあるぐらい目玉焼きなんですけど、さすがに飽きてきて卵焼きにしました。ずっと卵食べてる時ある。目玉焼きってさ、なんか目玉焼きが好物っていうか卵が好きなんですけど、目玉焼きって卵焼きと違って放置しとけるじゃないですか。なんか卵焼きはもうすぐ焦げちゃったり固まっちゃうから見とかなきゃいけないけど、卵焼きは、目玉焼きはなんかある程度放置できるから、その間になんか、あ、ちょっとこれやろうこれやろうとかができるわけです。つまり効率がいいんですよ、卵料理において。そう、あ、卵だ、そう、だし入れた、だし巻き卵になるのかな。そう、そう、放置、弱火でじっくりこうね。なんかね、私ね、前のお家では、前の家っていうか大学生の時はその IH だったんですよ。 IH で自分の中でこの火加減で何分すれば完璧っていうものがあったんですけど、今ガスコンロになって、ガスコンロ本当に分かんなくてすぐ焦げちゃう。本当につかめない。何作ったっけな、あれだ、豚バラえのきの肉巻き、肉巻きえのき、肉巻きえのきが好きなんだね。肉巻きえのきとか何作ったっけ、わかんないな。何作ったっけ、何作ったっけ、何も作ってないかな。何作ったっけな、あれ待って、何、これ何作ったんだっけ、あれ何作ったっけ。あ、首が止まらんよ。カレー作ったっけ。カレーはね、作ってないな。あ、無限キャベツ無限キャベツ作って、あれ、でなんか余ったキャベツで、キャベツの肉味噌作って、あ、ブリ焼きました。そう、出張時期によってはちょい、いや、そんな多くないです、たまーにぐらいあります。そう、もう眠たん、私ホイコーロー作ったことない。ブリの照り焼きじゃない、照り焼きはね、ちょっともう私が胃が重たいので、普通に何焼き、塩焼き風、塩焼き的な感じにして、ちょっとポン酢でちょっと和えました。そう、私はね、すごくいい会社に就職したので、すごいね、素敵な日々を過ごしてます。肉味噌キャベツ、え、なんかでもそのホイコーローって感じでもない、なんか適当です。
そろそろラジオにしようかな。もう配信終わればいいか。ここまで喋ったら眠たい。眠たい眠たい。でも今寝たら絶対起きちゃう。七コロさんありがとう。やばいやばい、マジであくび出る。マジであくび出る。どうしよう。いいよ。うわ眠。やばいやばい、ガチで眠たい。頑張ります、頑張りますよ。なんかね、それこそ、まあ、自分のやっぱ自分のしてる仕事がでちょっとこうね、嬉しいこととかがねちょっと最近あったりしたので、なんかちょっとねそれでね頑張りたいと思いますよ。自分が関わった仕事でね、なんかねおーおーおーみたいなことがあったので、そう嬉しいので頑張ります。イエー。まあね、かりんからねたくさんレッスンも回収したし、そうなんかね、でも本当になんかうんこうね、そうなんです、人が優しすぎて、本当に人がいい、会社の人がいいっていうのももちろんだし、うん、いや待ってる、写真写真ね、8日お、何モンスプソラツーマンですか。いいじゃん、いいね、待ってるよ。待って、何待ってるよって、誰誰のだだどこの誰目線なんですか、待ってるよって。待ってるよ、待ってるよって何。待ってまーす、待ってまーす、たくさんチェキ取りたいと思います。え、今さ、もしかして画面のさ7割ぐらい壁、もしかしてもしかしてほぼ壁ですか、これ壁ですね。今気づきました、気づいたら壁でした。気づいたら、気づいたら片思い、いつの間にか過ぎた、あたあなたを思うその度。最近カラオケ行ってないな、やばいな。ねえ待って、え、これって絶対だってだってと、キミキンパピュよ。横顔、風に乗った声、長いまつげ、不思議なその視線も、惑わされて時々苦しい、友達から恋だって言われたんだ、全てにも釘付け。え、でも一膳もお昼なんですか、夜じゃないんですか。ね、可愛いよね、この窓はさーってだけど、こうやってやってるのさ可愛いよね、マジで超可愛い、ギャル超可愛い。今日
ずっと褒めるよ、溢れそうな涙を全部こうやって流し尽くしちゃって。当日券絶対あると思います。ちょっと確認します、プロデューサーに。夏の恋はフェードアウト、気づかずに消える幻、ちゃんとしか書かない。今日はドルル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 ル。お、いいじゃんいいじゃん、来ちゃいなよ、ユー来ちゃいなよ。いい壁ですね、ありがとうございます。ホテルの方に言っておきます、いい壁って褒められてましたって。僕のヒロイン、君を思ってるこの気持ちがルルルルル届くように。え、ね、イコラブニアジョイ、んイコノイニイコラブノイミニアジョイチャンネルのさ、あの踊ってみた、マジでやばくないですか。踊ってみためっちゃ良くないですか。私あれもう3回ぐらい見ましたね。いたで、誰にいたで。あ、そうだ、ホテルの人にいたでね。早く見た方がいいですよ。お姫様にしてよ、ほら白馬乗って渋谷を駆け巡ろうよ。はいはいはいですね、パクッか、パクパクパク。水がガラスの靴は片方だけ大胆に残してあげ、全員ヒロインイコラ、せーのイコラ、チャチャチャラルルルルル、チャチャチャルルルルルル、チャチャチャルルルルルル。頑張ってる私、仮眠取りたいとこだけど、ランチはクリームのパスタ、超可愛い小鳥さんと歌って、突然くるくる回って、世界はいつでも私のすべて見守る。セキラ歌詞全くからん。キラ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 、あなたの気持ちが奇跡的だ、どでかい愛をくれる人、元気に育ったね。キラ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 、あなたの奇跡的だ、現存良心感謝しかない、出会えてマジありがとう、チャンチャラ。今何でも踊れるわ私。エンドレスパーティーにご招待、チュ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 花見、ズズ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 ズ、連絡て、人かて、色とりどり、色の人生エンドレスパーティー、宇宙、チキンファイター、聞こえた戦いのゴングが鳴り響いて、誰にも負けられない勝負、ならはじまったメイクはバッチリオッケー、華麗におすわしスマイル、もう飲むよ、ルルルル気にします、普通に開いてく星たちの中で、どれより私たちが一番、行くぜ一二のじゃん、空を指して三四でか声を上げろ、先生不幸な耳ってちゃダメでしょ。
ガンガン描いた指を君に見せてあげる。ドゥ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 、いつでも私のこと好きでしょ。ギャランチュさんありがとう。シナモンとポンポンポンとクロミちゃん。言うことないです。言うことないです。待って、言うことないです。ルル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 、マキシマイザーフン、なんなんぞこのジェネレーション、聞いてるシングラリティ意味しの花でるらげる寄せるより、ルル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 ルポップが深く飛び出したら、うんとるとるる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 、あざらくじも何でさけろ、もしかしたら頭のサーズで、うん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 、抜きなめく日もよく食べたってばかる。足ね足、それだけ。未来は未来の風がビュンビュンだから、別に言うことないシュペです。疲れた。全員置いてけぼり配信。まだまだいける、ネガティブファイティング。はい、つけたつけた。全員置いてけぼり。もう一回お風呂入んなきゃいけなくなっちゃうじゃん。あー、つけたつけた。うん、みんなが、いや私が放置したじゃなくて、みんながついていけないのが悪いです。みんなが私についていけない。イコラブ、イコラブ、イコラブ一緒に踊ろうかな。何踊る？もう一度風呂入るの、ちょっと寝るの遅くなっちゃうわ。好きなの、好きなの、好きなの、なんでこんなに興味ない。愛する手抜き上がり、わがままじゃないよ、いいコンプリンセスで。なんでホテルにいるの？出張中だよ。イエイ、仕事だよ。せーの、会えなくなるんだね、最後の教室で揺れるカーテンと細い髪、あ、ダメだ、会えなくなるんだね、僕らとは頭まで時計の針の音が。いいな、ニジマスのラスト行きたかった。歌ってる君が綺麗、ちょっと泣いた、縮まることのない距離が眩しかった。チャララ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 。どんな曲聴いても、ヒットチャート聴いても、どうしても僕は君がいいな。今日待っていたよ、だって会いたかったね。ざわざわとしたホームでさ、ホールで、ホーム、ホールです、君を思った。ただひどいこの空間で星に混じって、そう、夏見をしよう私は。ああ、君はどんな気持ちで空になるのか教えてよ。君がスパークルだから僕を苦しめる。好きとか恋とかファンだとかそういうんじゃないんだ。眩しすぎるよ、キスよ、ちょっと複雑。
一瞬君はサンシャイン、一瞬照らしてくるだけど、私だけじゃなくてみんなも熱くさせるしょうがない人なんだもん、昔みたいに一瞬なのかな。ちょっと疲れた、もう疲れた、手首が疲れた。もちのロンスケじゃだって。今日階段なんか10段ぐらい登っただけで、あ、お尻筋肉痛になりかけました。本当に。明日早起きしなきゃ。イエーイ。じゃあそろそろ終わろうかな。眠い私。テレビ。ふう、疲れてもうボシャボシャですよ。腰痛。朝は配信なしだね。よいしょ。腰が痛いわもう。じゃあね、ランキング読みますよ。よいしょ。13位、ごめん先生さんありがとう。12位ヤンギリンさんありがとう。11位カツシンさんありがとう。待って、10月6日ってさ、お披露目じゃん。うわ、そういうこと、全然知らん。ってことはだ。いろいろ思い出しました。 OK、理解。11位カズッセンさんありがとう。10位ブリントさんありがとう。9位キャスターさんありがとう。8位カッチャンさんありがとう。7位フクタンさんありがとう。6位ショートさんありがとう。5位ジョニーさんありがとう。4位田所さんありがとう。3位ブッチャンありがとう。2位ダメちゃんありがとう。1位キノジーさんありがとう。え、ってことはさ、うち配信する日もしかして間違えた配信する日もしかして間違えました。やっちゃったな、やってもうた。明日もするか。なんで、明日は時間があればします。なるほどね。やっちまったわ。ということで皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。あ、やわるの。バイバーイ、おやすみなさい。またねー。